それ前回の重くて俺のマイケル痛いマイケルってよりもスタン・ハンセンにしか見えない。それしてるから腕にラリアットされそう。元日本ハムファイターズ西崎幸雄の弟分、はい、小田敏明です、はい、長原宗太郎の兄貴分、小田敏明です。で、今日はまたちょっとこう簡単なんですけど、はい、もう本当に小池博士が下半身の3つのフォース、もう一回おさらいすると移動ホリゾンタル、移動ホリゾンタル、横ですね、移動それからトルク、はい、トルク、ねじれ、それからバーティカル、はい、縦のフォース、はい、この3つのフォースを本当に詳しく説明してきていただいて、はい、それだけで上半身なんか意識しなくてもある程度上手い先輩たちは打てちゃいます、はい、ただじゃあ上半身は今までなかなか上半身はどういうふうに使うかっていうのをやってこなかったと思うので、そうですね、確かにそこを簡単に段階を追って説明していきたいなと思います、はいはい。でまずですね、飛距離を出すんであればやはりこういうコッキングっていうのは絶対条件じゃないけれど、飛距離はコッキングをしてコックして最後リリースをしていった方が飛びます。ただ下半身がやっとうまく動くようになってきた時に、まあ、コックとかをまず一回忘れてもらって、まあ、簡単に言うと最近で一番飛ぶデシャンボーなんかは比較的ノーコックでいきますね。だからまずは上半身は構えた時の両腕がずっと、まあこれ小池が何回も言ってるんですけど、体のずっと正面にあるようにグリップがね、昔のもし知ってる人がいればですね、スウェーデンのアニカ・ソレンスタムっていう選手がいたんですけど、アニカ・ソレンスタムなんかはほとんどノーコックで、そうですね、打ってました。で、このノーコックから実は練習場では始めてもらいたいんですよ。で、これでノーコックで打ってもらって、今まで自分で打ってもらった飛距離を比べてもらうとほぼ変わらないということが、変わらない、多分分かってきます、多分分かってきます。で、ノーコックのもう一ついいことって、今8番で打ったんですけど、はい、今度6番、ね、ノーコックスも自然に効果されてるんですよ、まあね、感覚自然に、ね、感覚、ノーコックでまた感覚いい球だな、ノーコックで打ってもらうと何がいいかっていうと、もちろん番手ごとのアタックアングルっていうのはクラブの長さによって変わるんですけど、はい、やはりなだらかになるんですよ、はいはいはい、絶対的にノーコックで打った方が、はい、コックを使った方がひょっとするとコック使った方がほどけるのが早ければダフったりもするし、はい、今度アウトサイドから来た人なんかはコックをほどけないまま打ち込んじゃったりもするんで、はいはいはい、基本的に僕が一番好きなスイング、自分と真逆なスイングっていうのはアニカ・ソレンスタムとか倉本正弘さんとか、はいはいはい、あとはジャンボ、はい、ジャンボさんも本当にコックはほとんどないんですよ。そうですね。で、確かに、もう一人じゃあすごい飛ばしたコックをすごく使って飛ばした選手の代表、僕らの好きなセベです。また出たセベバレステロス、大好きですよね。大好きですね、毎回出てきますよ。あの人は早めに、バチーンって言ったじゃないですか、はい、じゃあコックってどうやってやっていくのって言った時に、なかなかどこでコックするって難しいと思うんで、ノーコックができてきたら次のステージとしてまずここで作っちゃってください、はい、
奥を。ハーフウェイバックね。そう、はい、これね、手をこう動かさず、はい、ここで作ってもらう。で、これでもコックが完了してるじゃないですか、ほぼ、はい、ほぼ、はい、で、今度このままハンドをつけて打ってもらう、はい、こうするとコックをコックしてあげてリリースしたっていう感覚が身につきます、はいはい、ここで手元を動かさずここで作りますね。で、ちょっとハンドをつけてバン。そうすると多分この辺に上がってたバックスイングが、はい、もうちょっとコックができてる、はい、で、このこれを何回もうん、練習してもらってコックを、はい、あのバックスイングのコックを身につけてもらう。ということはですね、やはりコックの今あの何回も本当に何回も世界のジョン・ラーム、タイガー、ちょっとロングテイクバックが多いですね、はい、ちょっとコック遅めで遅めでね、遅めで、はい、ここから溜めてくる、はいはい、これってでもすごく難しくないですか。難しいね。あの、うん、もちろんいつも言うようにタイミングはね、いつも言うように習得してしまえば、あの習得してしまえばすごい飛ぶと思う、はい、でもまずは段階踏んでもらって、ノーコックから今度コック、はい、だからコックをこれでこうやって打ってたら、今度次はコックを手元が平行になった時にちょうど90度ぐらいに上がるような感じで、多分ねこういうコックがさっきの練習でこう身についてくると思うので、ここで終了してほしい、はい、今度はここをイメージしてほしいです、はい、で、こうやって上げて戻してバーンって打つ、あ、練習。これって結構あのよく最近いい選手も、あ、やばい、ちょっと待って、バッテリーが、嘘やん、嘘やん、電池を大丈夫、上げるとこをイメージして、はい、バーンって打つ選手多いですよね。多いですね。結構多いですね、はい、あれって多分だからいつも同じテイクバックの位置とか、はい、あのコックのタイミングとか、はい、そういうのをいろいろこう、はい、ここに上がればいいショットができるみたいな。第1段階ノーコック、第2段階手元を動かずコックしてハンドをつけて打つ、はい、第3段階ここでコックを終了してもらって、ここを覚えておく、はい、で戻してそのイメージで打つ。そうすると、はいはい、バックスイングのコッキングが終了してくる、はい、だから足は当然なんとなくあの、もう分かっちゃったと思って説明してます。足がねできてるとしてね、うん、あの今までの小池博士の3つのフォースは使えてると思って上半身だけの今説明をしてます。でこれねちょっと長くなっちゃうんだけど、まあ、ここできました、はい、で次何をやるのって言ったら、はい、本来であればこうコックしたものを本来であればほどく作業っていうのは、はい、やっちゃいけない作業だと思いますね。でこれ上半身今度どうやって動く、どうやって動いたら一番ミート率が上がるかっていうと、多分この時点でコックが出てきた時点で左肩が顎の下に入ってると思うんですね。でこれの左右対称っていうと今度右の肩が顎の下に入っている、ね、はい、っていうことはこれができてきたら、はい、この肩が右台の肩のあるところにグリッププレッシャーを4割ぐらいにしておいて、はい、無理に我慢しようとかじゃなくて、はい、左の肩があったところに右の肩を入れるだけにしてほしいんですよ。あ、もろに単純にでここですね、こう左肩ですね、左
左肩のあったところにこうやって右肩を、これ分かりやすいね、段階ですごい、そうですね、珍しくいいねあとなんかね、かもちろん感覚もすごい大事なんですけど、はい、皆さんにできるだけ簡単に上半身の動きを一生懸命説明しようとして、はい、はい、昔僕が教えてたというか、あ今でも教えてますけど、はい、上半身をどうやったら動かしたらいいのっていうのを言葉で説明したら、はい、そうなります、はい、だからこれもやっぱり上半身の動きを覚えるまではなかなかフルスイングじゃなくて、左肩のあったところにこっからホリゾンタル入れて、はい、トルク入れて、はい、バーティカルが入りながら、あ右肩が自分から見えるからいいね、それね、自分から見えるからさ、あ自分から見えるからさ、あそうですそうです、確認しやすいね、やっぱりよく別にクラブなんか使わなくても上半身の動きってこっちから見れば、前回小池やったベタ足で前傾角を変えないで、はい、変えないで左肩、足もしっかり使って右肩こうですね、はい、でこの後こうなっていくんですけど、もう本当に4分の3とか3分の2のスイングの中で、はい、今みたいなコックは最初の話、はい、で次はグリップは4割にしとけば自然にこう解放されていくんで、はい、肩を入れ替えてくれること、はい、で前傾角が変わらなければ肩の入れ替えのこの角度も前傾角と90度になって、はい、すごく全てが平行に動いて良くなるという説明でした、はいはい、いや分かりやすかったです。もっと詳しくまた、はい、その後の動かした角度とかはまた後日また説明します。やってくれますね、はい、今日は簡単に、はい、これ喋るって結構ね、はい、腹から喋んないと、どうでしょうか皆さん、はい、今日は役に立ったと思いましたら、はい、チャンネル登録とよろしくボタンをお願いします、はい、ロバート・デニーロ・オタテルでした。出た久々に、あ来た一人だけ喜んで